パーカッションを林龍馬さん、そして引き続きフルート吉永陽子でお送りいたします。曲の紹介を、留学生代表でまたナディアさんの方からお願いいたします。はい、皆様こんにちは。はじめまして、私たちはインドネシアの留学生で、熊本インドネシア友好協会から参りました。この度インドネシアの伝統的な楽器を発表させ